techniques, a new age of Gunpla has arrived. By connecting to G-Base remotely, players can now access the virtual world from their own devices, eliminating the need for large arcades. Gameplay is no longer just about Gunpla battles. Using their Gunpla as custom avatars, players can now meet online to chat and socialize. With this new social element, the program's popularity reaches unprecedented heights. The name of this new simulator is Gunpla Battle Blaze, Beyond Borders, but it is more commonly known as GB4. Following a closed alpha, the game is entering an open beta test in preparation for its official launch. Despite being in the testing phase, it already has rabid support from its users and is expected to become a worldwide success. ไม่ใช่ Original เหรอEnglish voice language.
still counted to be 4. Let's be water. いらっしゃいませ。ミッションの受付はこちらになります。初めてのお客様ですね。失礼しました。初めてのお客様ということで、簡単になりますが、GB4 のミッションについてご説明させていただきますね。GB4 では何をするにも、まずはミッションに出撃するところから始まります。ミッションに出撃すれば、敵機を倒してパーツを手に入れたり、ビルダーズランクを上げることができて、プレイヤーのやれることが増えていくんです。最初に選ぶことができるのはストーリーミッションのみになっていますので、まずはストーリーを選択してくださいね。とりあえずの説明はこれで終了になります。不明な点がありましたらオンラインマニュアルも参照してみてください。もしかして君初めての人？いきなり話しかけてごめんな。なんかキョロキョロしてたから初めてなんかなと思って。やっぱりそうやんな。僕はタオ、ご覧の通りの SD ガンダム使いや。こう見えても GB4 は結構プレイしてるんやで。君はっていうんか、よろしくな。ほんで、よかったら一緒にミッションせえへん？初めてのプレイなら僕がいろいろアドバイスできると思うで。な、そうしよう。うん、よっしゃ決まりや。じゃあ早速行こうか。初めてやったらまずはチュートリアルミッションからプレイすることになるんや。心配せんでもええで。簡単な内容やから誰でもクリアできるし。ほならよろしく頼むで。さあミッションスタートやで。まずはガイド通りに操作していこうか。わからんことがあったら何でも聞いてや。
了解した。
よっしゃ、ナイスプレーやったで。君、初めてにしてはセンスあるな。これでチュートリアルは終了やね。次はいよいよ本格的なバトルミッションやで。あとその前にマイルームでガンプラのカスタマイズをやろうか。ほなら一旦ロビーに戻るで。うん、君ニュータイプなんとちゃう？เล่น F4 เหมือนอะไรรู้ไหม โอ้สกาเรซัน チュートリアルとはいえ ええ動きやったな キミセンスあるで ほなら次はカスタマイズやね ミッションで手に入れたパーツやアイテムを使って マイルームで自分のガンプラを自由にカスタマイズすることができるんや マイルームに入ったら説明用のダイアログが出るから それに習って操作したら迷うことはあらへんで じゃあ早速カスタマイズしようか 自分のガンプラかっこよくしたってや